はい、こんにちは、ブルクホスです。本日もねバイオハザード4やっていきましょう。前回ね、完全に作戦をミスったサドラーの、ね、戦艦をね、無事にね、海の木図としてね、沈めることができました。で、その先を進んでいきたいと思います。このチャプターで、レオンとクラウザのボーイズラブはなんとかできるかな。多分できると思うんですけどね。この方法で倒す。弾の節約はできるんだけどね、時々ね、なんかね、覚醒するやつがいるからね、それはもうほんと困りごとですね。さて、じゃあちょっとね、ここら辺からも遠慮なく20発なんで、しかもちょっとね、これをね、アイテムのね、これをね、圧迫しているっていうね、現状もあるんで、ちょっとアイテム整理も兼ねてね、あと1発くらいは使っておきたいところなんですが、まあ、盾持ちとかがね、いたらね、まあ普通に、ぶっ放していこうかなと思います。なんかね、最近ちょっと相談をいただいてですね、なんか自分なんかね、営業を始めたね、営業職に配属された、まあ後輩の子がいるんですよ。後輩、まあそうだな、男の子だから後輩だな。女の子だったらその年齢は教え子くらいだから、まあね、どうしたらいいですかみたいなことによく言われるんですけど、まあなんかさ、ヒアリングをさ、やらなきゃいけないとかさ、なんか綺麗なさ、プレゼンテーション資料を用意しなきゃいけないとか、いろいろあると思うんですけど、結局ね、お客さんってそのなんだろう、服とかさ、その食べ物みたいに、その日常的に使うものね、普段から着たりとか食ったりとか作ったりとかってするようなものだったとしたら、その自分でもなんとなくね、金額感とか、何買ったらいいとか、自分に似合うとか、美味しいとか、まずいとかっていうのって、まあ、分かってるわけですよ。っていうことを考えたら、そこに関しては、お客さんに何食べたいですか、どうしてそれ着たいですか、どういうおしゃれをしたいですかとか、ヒアリングをね、いろいろね、するっていうのはすごい大事だと思う。けどね、B2B なるもの、まあ、iPhone とかは覗くけ、iPhone のその、なんだっけ、ちょっと待って、なんであのそんな向こう、アクロバットの方向、そんなアクロバットの方向向かなくてもよろしいですやん。そう。うん。って思うんですけど、まあ、iPhone 作ったジョブズなんかはね、顧客が何が欲しいかなんていうのを、その形にして目の前に見せてみないとわからないっていうのと、って言ってるのと一緒で、僕なんかもね、無形商材を売ったりとか、それからシステムとかを売ってるんですよ。無形商材を売ってた時期もあれば、その前職でね、とか、今の会社だったら、その、システムを売ってるんで、お客さんが結局ね、そのシステムを使ってどんなことをやりたいのかとか、どんなこと困ってて、でそれをやってでどんなことを解決したいのかっていうのって、結構ね、知らないことっていうのが、ね、はっきり言って多いんですよ。ではっきり言って多いので、だからこういうことができます、でこういうことに困ってるであろうから、こういう解決の仕方どうですかって言って、僕の場合はね、どっちかっていうと圧倒的にプレゼンをもうメインにするんですよ。でプレゼンをしながら、他の会社こういうこと困ってるけど、オタクのとこどうでっかみたいな感じでこう当て込んでいくみたいな、ね、そういうやり方をしてるわけなんですよね。うん。で、その時に重要なのが、お客さんから質問された時とか、それから特に自分がプレゼンテーションしている時とかに、確実にその自信を持つっていうことと、スピードを持って対応するっていうことがすごい大事じゃないかなと思いますね。だからここら辺が適当に、商談をしてしまったりとか、それから、ちょっと持ち帰らせてもらいますみたいな風に、こう、ちょっと間を空けてしまった時点で、あ、こいつ大したことないなって思われるかもしれないんで、だから、優秀になる必要っていうのはないんだけど、優秀に見せる必要っていうのはあるんですよ。この違いわかりますかね。島田紳助さんとかってが、話してた話なんですけど、その優秀になる必要はないっていう話はね、島田紳助さんって言ってないんだけど、これ何かっていうと、その例えば島田紳助さんの場合 MC ね、よくテレビ番組で MC をやる機会が多かったので、その野球のチンプレー、コープレーとかってあるじゃないですか。その時にその野球をのこと全然紳助さん自体は知らないんですよ。誰がどの選手でどこのチームがあってとか、でその人の成績がどうでどうあで どういう名手なのかっても全然知らないんですよ。でもその知らない中でも、紳助さん自身はそのちょっと知ってる風に、なんかマニアックな選手、その一般的に人気なのは、当時だったら例えばイチローとか松井とか、それから松坂とか清原とかね、桑田とか、そういう選手たちがすごい人気
だったわけなんですけど、まあ、その時にあの名前で例出したのは掛布選手っていう人がいたらしいんですが、僕もちょっと野球全然詳しくないであれなんですけど、掛布ってまあ僕もね名前を聞いただけだったら誰知らねってなるんですけど、その掛布のことをめちゃくちゃ調べて、あたかもその知っているかのように見せるんです、野球全般をね。でそんな選手知ってるってことは他のそのメジャーな選手だったら絶対詳しいじゃないですか、そんな風に相手に思わせるっていう、まあ、そういう作戦をね取ったわけなんですよね、だから実際に野球にめちゃくちゃ詳しくなる必要もないし、その、野球の知識を蓄えてい、くっていう必要はないんだけど、その浅い知識とかでもいいから人と違うポジションっていうのをどこにね、人と違うポジションを取ることによって相手がうわなんかめっちゃ詳しいなとか、あのこいつ一味違うなと思わせることができればいいと。僕の場合だとそれがその、まあ、商品はねその野球のなんていうの選手の数と違ってもう限定的なもんになるんでなかなか難しいですけど、そうじゃなくて、まあ、うわここ登れない、あ上にいるのね、まあでもまあいいか、よしバイバイなんですけど、圧倒的にプレゼン力に長けると、何喋らせてもこいついいなって思わせると。だから実際にのパートナー企業のそのなんだっけ、まあ、オンラインセミナーとかね、まあ、実際のライブのセミナーとかにも登壇させていただく機会があって、まあ、非常に声がかかるんでやると、まあ、大体そのアテンドしてくれた人からもう神回でしたとか、そのブルーホースさんがやってくれたセミナーの時が一番案件化率引き合い率が高いですみたいなね、セミナーで案件化率が 30% 超えたの初めてですみたいなね、いやもう神ですみたいな風に言ってくれる機会が非常に多いですよ、神なんです僕God なんですよ、だからそういう風にプレゼン、まあね、これはちょっと今ねゲームをねプレイしながらこんな風にやってるからなんかちょっとグダグダ喋ってて、なんか大して喋りもうまくないっていう風に思われてるかもしれないですけど、例えばじゃあ僕のね顔出しをしてた2年前くらいの時のその画像とかっていうのを、あこれやっぱ無理か、せやな、 OK、 そう、あ画像じゃねえや、動画とかっていうのを見返してもらったら割とねスッスッスッスって喋ってると思うんですよ、割とスッスッスッって喋ってるところもあったりするのでごめんなさい、だからまあ比較的に個人的には喋るのがすごい上手だと思うんですよね。で、喋るときに、なんて言うんだろうな、そのよくさ、結論から喋りなさいみたいなことを言ったりとかするんですけど、それって相手によっては、そのいきなり結論から言われたら、すごい心象悪かったりとかするんですよ。これなぜかっていうと、その相手の心理状態的になんかさっさと話を終わらせようとしてないみたいなこともあれば、その他にも、相手の中にそのイメージが湧いてないケースっていうのがあるんですよ。いきなり、例えばそうだな、料理作った時にこれが完成品ですってなった時にそれがどうやって出来上がるのかっていうイメージが持ててない人とかもいるわけです。だから人によってはプロセスから喋った方がいいっていうケースもあれば、反対に結論から喋らないとダラ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 喋りやがってっていう風に思う人もいるっていうんです。この使い分けっていうのがいるんですよね。だから優秀そうに優秀に見せるためにその結論から喋るっていう、これは浅いレベルの人が言う感じだな。本当はそこの使い分けができるように結論から喋れるようにもしときましょうっていうのが正しい答えなわけなんですよ。OK。あれちょっと待って、生きてない。生きてるね。そう。ね。じゃあ、まあ、いいや。一旦ちょっとさっきの3本の矢だけ、取り戻しって変だな。取ってから戻りたいと思います。そういうのができない。なんか僕別に自分が優秀だって思わないし、もっともっと優れてる人がいると思うし、社内にねもっとすごいね能力的にはすごいなっていう人なんかたくさんいるんですよ。たくさんいるけど、でも俺成績いいんですよ。なんでかっていうと、相手に優秀そうに見えてこいつに任せたら安心だなって思わせる能力に長けてるから、実際に優秀になる必要はないですよ。だって、繰り返しになるけど、社内でもっと優秀な人たくさんいるし、で、その根拠は何かっていうと、まあ、一応コンサルもやってるんでね、コンサルとかのその話とかやった時に、ヒアリングの内容とか提案する内容とかって言ったら、僕にない発想とかっていうのは全然ポン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 出す人とかっていうのがた
くさんいらっしゃるん でそういう人たちのその発想とかっていうのを見たり聞いたりとかしてると、わこの人賢いなってめちゃくちゃに感心させられるというか、なんかもう自分じゃかなわないなって思わされることっていうのがたくさんあるわけですわ。うん、でそんな人たちに揉まれている中で、じゃあ自分が優秀かどうかっていうのを考えたら、あ俺なんてカスじゃんってね思うわけですが、全然大したことないなって思わされるわけなんですね。あんまりね弾残してても仕方ないからね。うん、であとねサドラー戦でねショットガン使う暇なんかないから、さっさとねここはでこう来てないから、じゃあ次行こうか、ケイベン、うん、っていうことなんですよ。だから牙ってね、なんかね、いろんなね、そのね、変にね、知識とか、ぬんぬんとかっていうのはね、やる必要っていうのは、ね、一切ないと思う。なんでかっていうと、相手がその知識がないから。何かさ、物に例えたりとかさ、難しいさ、横文字とか並べてさ、いろいろベラ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 喋る人とかいるじゃんか。だからその横文字を並べるにあたっても、例えば、その、スケジュールの変更をするのにディスケとかな、その程度の言葉だったら、なんか、あった方がいいとは思うけど、ね、シンプルに、その相手が分かってない言葉、例えばさシステムなんか扱っていると初期に設定されているものの状態のことを初期値とかって言い方するんですけど、これ今デフォルトですね。デフォルトって何みたいなことが起こったりするから、相手との言葉のレベルを合わせるために知識を身につけるっていうのは大事だけど、それを相手が知らない言葉をひきらかしてあたかも優秀そうに見える、これは逆効果だからやめた方がいい。それは横文字に限らずに、うん、例えばなるほどな、猫を追うより皿を引けっていうこともありますよね。これ何それってなっちゃうじゃないですか。ね、うん、根本原因を解決しないと見ないですよっていう意味なんですけど、だからそれを言うんだったら、根っこになっている、ネックの部分をしっかり解決しましょうよっていう言い方をした方が早いじゃないですか。そういう相手が理解できる言葉とその並び替えて伝えてあげるっていうことが非常に大事になってくると。いうところですので、そこをまあやっぱりね勘違いしないようにしてもらった方がいいのかなとは思いますね。だから別に優秀になる必要はないと、コミュニケーションを取る相手と同じ基準、同じレベル、同じ目線で喋ってあげることができるかどうかというのが非常に大事というところですね。でまあこれはあくまで一例だけどね、営業で成績を残すための、まあ、僕が今実際にやって実際に成績として残せるようにしている。Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Maybe some other time. まあそんな感じですわな。まあ、これがね、僕がまあそのまだ20代だからっていうのがあるんで、これが例えばさ30代40代になってきたら、まあちょっともっとねベテラン風を吹かせて、ちょっと別のやり方とかになってくるのかもしれないですね。はい。ということでね、無事にね何度かのチャプター4を終わらせることができました。で、次回からラストのチャプターに入っていきます。レオンをね救出しつつ、サドラーをぶっ殺しつつ、そしてね自分は脱出して、普通にキャッキャフフしに帰るというところですね。キャッキャフフしに帰る言い方も変ですね。まあ、なんだかんだで気づいたらもうこれも淡々と進めていたつもりなんですけど、いつの間にか映画編もラストパートになってきましたね。まあ、すごい楽しいなと思って、まあね、これは確かね、ゲームキューブ版ではなかったはずなんですよ。ゲームキューブ版なくて Wii U でやった時に初めてなんかね、これ出てきたんですけど、うん、初めて見た時裏側でこんなに起こしたの。チャプター4はやっぱりね、なんかすごいオリジナルストーリーっていう感じがする。オリジナルストーリーとか、全部オリジナルストーリーなんだけど、オリジナルのステージがあって面白かったなっていう。ですね、ただ5、チャプター5に関しては本当のラストのラスト以外はね全部同じだから、うん、やっぱり、まあ、なんか違うステージを作るって難しいんだろうね。まあ、バイオ2みたいに、ね、全ステージを使いましたとかってわけじゃないだけまだマシだから、ほぼ使いましたもん、チャプター4以外全部使いましたもんな。あ、ということでね、まあ、そんなベラ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 偉そうに喋りましたが、はい、次回もね、ぜひね、ご視聴いただけたら嬉しいかなというふうに思います。ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押していただけると嬉しいです。ライクを送ります。はい、嬉しいです。ということでね、もう間もなくこの、終わりましたね。ということでね、本日も最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次回パートお会いしましょう。